集まれ動物の森やっていきたいと思います。待って、チーフが使ってくれてる、すごい昔になんか手元にあったからとりあえずあげとこうみたいな感じであげたダッサいやつごめんなさいもっとかっこいいのあげたいな、かさね、どうせならなんかあったかな、かっこいいやつあげようか。すぐ使ってくれるかな、てか外にいるかな。ですね、とりあえずお家の中で、まあ、特にね、あの腐った株事件は何も解決してなくて、腐った株で、で地下ができました。なのでそろそろね、ほんといい加減に家の中を整えていこうやないかっていう感じです。で、ちょ、傘あるかな、傘、あ、これちょっとロボにあげようよ。ロボじゃない、チーフだ。私、自分も傘さしたいけど、なんか番傘とかないの今、和風な格好してるからさ、ないね。じゃあ、ストライプな傘でいいや。よいしょ。ちょっと、てるてる坊主を使わせるのはちょっと申し訳ない。ギャップがあってね、可愛いっちゃ可愛いんだけどね。あ、そうそう、いろいろ来てます。ユッカ。ユッカって何？あ、そう、ついに劇アイドルを手に入れたので、これを流したいと思います。で、さっきここは行って全然いいもの売ってなかったので、カマキリヘッドとかいうわけのわからない家の前に飾るあのカマキリの顔があって、本当に誰が買うのみたいな。タコリーナさん？どいていただけると。すごいね、全身ピンク。すごくない？え？どうした、どうした、ほんと。もうどいてくれないやつやな。もう飛ぶわ。仕方ない。飛んで。で、ついでもういっとくか、ここね。最初にいっときましょう。すごいね。なんだろう、タコリーナちゃん。でも、ケケアイドルを歌うタコリーナちゃんっていうのもね、相当面白みがあっていいと思うんだけど。ここにいる。それいる？あ。ごめんね、私が全然デザインしなくて。したいなっていう。気持ちもあるのよ、私の中では。したいなっていうのもあるけど、ちょっと、これ夏な、もう夏っぽいの売ってほしくない？もうちょっと。あ、すごい。なかなか使わないな。そうね。今日も特にないですね。割とさ、ないねって言ってさ、油断してると結構、より可愛いの売ってるから危険よね。でですよ。まだ歌ってる。うん、てん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 。てか、ここまで聞こえるって相当でかい声で歌ってるよね。あ、ちゃちゃまる家だ。ジャック、傘がお似合いですよ。夏ね、ちょっと嫌なんだけどね。ここで流れてるからいけないのよね、きっとね。消しましょう、ほんと。あ、マイルすごい溜まってます、なぜか。ちょっと。邪魔だな。これをやめて。これでしょう。だいたい、キャラクターが歌ってる動画とか見るとこれだよね、みんな。なんで私もちょっと。あれ？どこにしまった？マイク。あ、変な向き向いてる。はい。ちゃちゃまる歌って。早急に歌っていただいて。歌っていただいても、ケケマーチ歌ってる人古いよ、みたい。
面白いよ。これ写真チャンスだよ。寝てるのはだいぶ写真チャンスだと思う。ダメだ。これそうだよね。でもサムネですよ。本日のサムネです。あ、違う。なんで？未だに私この操作が下手なんだけど。近い近い。なんか面白いリアクションして。意味がわからない。今ので、まあ、サムネいけたでしょ。はい。でもこっちの方がサムネ受けするよ、顔がね。それ、鍛えてるに入るのかな。本当？ありがとう。あ、行っちゃった。かわいい。何？これ動く？あ、されちゃった。はーい。はーいっていう。どうしようかな。え、じゃ。すごい流れてる。なんか増えてんのかな。あ、増えてる。あ、皆さん6月26日はタコレンさんのお誕生日らしいですよ。どうしましょう。だってピンク色のものあげないと多分宇宙へ連れて行かれちゃうから。でも26って待って、結構未来じゃない？1週間後ぐらい。はい、払いません。あ、これ大きくできないって。じゃあもう払いません。拒否します。やっとね、やっとのちょっとリフォームですよ。災害になってからしようと思って。はい、お願いします。よし、可愛くしましょう。ね、ああ和風だね。これ可愛くない？マットな感じの方が可愛いのかな。え、ちょっと屋根難しくない？いきなり難しいんだけど。とりあえずこれとして、ここよね。ここで結構変わるからね。あ、かわいい。あー、この岩ついてんのかわいい。あ、でもこれもかわいい。え？悩むことない？めっちゃ悩むんだが。え、岩ついてんのかわいかったな。一旦これ候補ね。すごい、ドアの数めっちゃ多くない？これはちょっと、これはなんかエセセレブ感があって、これはちょっと重いと思う。ここ待って、ガラスついてんの嫌じゃない？なんか家にのさ、その入り口になんかって見えちゃうじゃんね。え、あ、でも可愛いな。ガラスついてた方が可愛いな。あ、でもこれにする？やっぱそんな簡単に人入れたくないからね。ポストってこれしかないの？あ、そう。選択の余地はないわね。じゃあ、あと屋根だよ。これかな？これなのかな？そうだね。さっきのだね。じゃ、これにします。もう真っ黒。あ、待って、カーテン？カーテンの色白嫌なんだけど。あ、すごい、こんな昼夜見れたんだ。まあいっか、これで。はい、
だって気に入らなかったら5000円でしょ。超安い。はい。静江さんにはもうちょっと用ないので。ごめんなさいね。もうこれ静江さんに用があるイベントを作るべきだと思う私。マイルは、言うてほしいもの。ヒーローロボとかね、作ってもいいけど。そしてヒーローロボ作るのってあれだよね。待って、ビニールプール売ってるんだけど。かわいい色が。買っちゃう。ケケマハラじゃ持ってたかな。ちょっと記憶ないから買っとくか。でですよ。6月も今、何時ですか ?18 とか合ってる？そう、傘めり込んじゃって、18日。ちょっとやばいよね、あれがやば、また雨降らないでほしい。花増えるじゃん。あれですよ、リサとガスパールじゃなくて、リサと改造の、あれを、まあや、これ、私、ここまで完成した姿ってのは、動画で映したんだっけ？映してないんだっけ？記憶がないんだけど、金魚置きました。これ前も映してたらごめんなさい。こんな感じです。もう食べ物は台無しですね。こんな感じです。ジャックの家はまあ大体これでいいかなっていう。緑あった方が、何？ここじゃないの？あ、これ？はーい。ではですね。自分家やりたいけど、そう、6月終わっちゃうからさ、やってないのよ、本当に、サリーと海王のやつ、多分。何回やればいいんだろう、合計。私、3、4回しか行って。ああ。一旦じゃあ行くか。パニーのところに。ありだよね。だから中間報告ですよ、こんなの。私の中で、まあ、全家具が入手できなかったとしても、最悪ね。せめて、あそこまではやりたい。なんか柵もらえるでしょ、柵。そう、柵までは行きたいから。はい。なんか、適当にやってもさ、意外と、いい評価をしてくれるじゃない？サリーが。サリー？リサよ。サリーは、ゾウだよ、ゾウ。すごい晴れてる、ここ。はい。何回目なんだろう？分かる人が見たら分かるよね、何回目か。ごめんね、ほんとめっちゃ飽きさ、ごめん。前回は挙式のを作ったらしい、私。披露宴パーティー会場のレッドを作る。とりあえずホワイトとピンクでね、なんかザクッと。やってしまえばとりあえず。いいわけでしょ？あ、すごいケーキある。披露宴だよね。ちょ、どいて、二人。二人ちょっと邪魔よ。ちょっと。え？触れないんだけど。ただものじゃないわね。はい。で、明治的には、違う。もうちょっと手前。
この辺にしてこうでしょ。何いる、あと。え？ケーキでも置けなくない？でも全然お客さん入れないね、ここね。ね、なんか狭いよね。なんかバランス悪いな。で、でですよ。どうなんだろうね。これをさ、あんまりちゃんとやってる人をさ、私見かけなくて、ツイッターなりなんなりで。みんな、どうなの？適当にやってあれなのかな。いや私もね動画外でやってる時割と本当にね適当なのよ。信じられないぐらいなんかもう適当にある家具ボンバンバンバンと置いて、はいできましたみたいな。でなんやと、椅子2個とりあえず置いて、はい、なんかさ白とさピンクのものだったらこの人割とさ喜ぶでしょ。だからまあ自分の持ってるさ家具から多少は出してもいいよね。白かピンクでしょ。これいいんじゃない。これここ置いてさあ、なんか私ちゃんとしてる今回で、ケーキをこの上に置くのよ。え、なんで。置けた置けた。で、何置けばいい？これは何？あ、これこれこれ置こう。ほらほらほら。あ、いいじゃんいいじゃん。花粉症の人ごめんなさいみたいな。ね。花粉症の人嫌よこれ。ちょっと、私邪魔。で、あとね、もうあれですよ、もうダダ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 ダですよ。もう適当ですよ、これはもう。なんかバランスだよね、っていう。ちょっと変。え、可愛くない。これでいいんじゃない。え、何どうした。ちょっと、あ、終わった。狭くてさ向こう行けない。そんなことある。ごめん、こっち来て。終わったやん。写真撮れって出てきた。で、ここで私が邪魔だから。改造はなんであっち向いてんの。どいて。私がどかないんだけど一向に。あ、こうすればいいのか。近すぎんでもなんか。あ、こういうことですよ。あ、ほらほらほら、顔見てないけどね。それ顔いいんじゃない。めんどい、これ喋れないの。ちょっと、はい、いかがでしょうか。いいと思いますよ、私、メインテーブル、愛の結晶ってさ、結局どういう比率でくれるの。なんかすごいくれる人、全然喋れない。
改造と喋れないんだけど。ちょっとイサさん悪いけどあっち行って、改造はいただいたわ。はい、え、ケーキ欲しくない？ケーキ欲しい。ケーキもらっとくね。はい。え、なんならケーキさ、2個ぐらいもらっといてもいいよね。なんか、メンズにあげたい。すごい嫌だよね。重いよね。だっていきなりさ、ウェディングケーキ渡されるんだよ。超重いと思う。ちょっと、帰れないんだけど。帰りますよ。まあなんだろう。あと何回ちゃんとやればいいんだろうっていうのあるけど、帰りたい。はい。なんかね、毎回動画で行けばねいいんだけど、なんか飽きるかなと思って画面映えしないかなと思って行ってなかったんだけど、行こうかな、これからちゃんと。まあ強いて言えばあれだよね、私がそんなにネタ豊富に作れないというか。そう、雨降ってるんだった。結局ね、傘あげれてないしね。あ、これね。はい。2万4000あるよ。これもう、あれだよね。ワンチャン。誰かがこのし、ロボー。はーい。素敵。ちょっとまだ出てこないね。最近ね、弥生ちゃんとか、その、ペーターとかに引っ越しフラグがすごい立ってて、それが嫌。嫌って報告。立つならせめてもうちょっと違う。おお、やってるやってる。ちょうどいいね。はーい。石のテーブル？すごい、もうオーソドックスじゃない？知ってるよ。最近知らないね、レシピくれる子も減ってきたよね、だんだんね。この初期からいる性格の子たちのやつはもう大体持ってんじゃないかぐらいの感じだね。じゃあ家やりますかね。家。よいしょ。ミセス・バズレーの家にね、行きたい気もするけども。とりあえずよ。とりあえず、ここはほっといて、どっちからやろう、こっちから。ここもう何もね、ノータッチなのね。なんか謎の壁紙を貼ってあるぐらい。これしまおう。あげれなかったからもう。あ、違う、これも収納しとこう。ウェディングのメインって、そっか、もらったんだ。ユッカって何？あ、かわいいじゃん。こういうの私使いがちよ。なんか何かにつけて。これもいらない。いや、ピアノか。プロテインはね、ちゃちゃ丸だっけ？違う、抑えにもらいました。で、テーマを決めて作らなきゃダメだと思うね、やっぱり。部屋っていうのはね。私の中でね。ってなってくるとですよ。ってなってくると、あ、なんかローラン今こそいてほしかったね。意外と持ってない。ブラウンのアーガイルタイルか。え、待って。全然いいのないじゃん。え？え？なんだけど、これはちょっと。ああ、こういう時にいないの、ローランはね。ちょっと買いに行きましょう、少しね。少し買って。
よいしょ。やばい、もうでも動画の尺的に言うと、これを買って張り替えるぐらいで終わってしまうかもしれない。ごめんなさい。なんか、細かくはね、まあ裏でやっておこうかなっていう。え、これ可愛くない？黒いボタニカルってなんか言いたいよね。え、待って、オリエンタルの壁って黒あるの？可愛くない？え？これ可愛いと思う。ここに来て私いっぱい買うね。今まで買ってこなかった分、今買うべきだと思う。オリエンタルの壁、敵赤しかないのかと思ってた。ルネッサンスの壁、ちょっといらないかな。白いパンチングボード、いらないね。あ、パンチングボードってさ、どうなんだろう、ボロい壁紙。どうなんだろう、白い。モノクロドット。モノクロドット。あんまモノクロに見えなくない？困ったらあとこれ買っとこう。でもこれ同じなんだよな。あ、そうだ。動画の最後に抑えの家行かなきゃね。これ抑えにあげようかな。気持ちいい。しないのよね、別にさ、虫が好きな子とか。いないよね、虫好きな子。おさい？あんま虫食べてるような子もいないのよね、うちの島ね。いや、ちょっと、なんだろう。壁紙買っとくべきだったね、もっとね。なんかどうせ家なんて、なんかやるの。もうずっと先だからいいやぐらいに思ったけど。黒いボタニカル。可愛くない？クール。モノクロピータイ。あ、これ入り口と同じになっちゃうからな。横とかあんの？だって。可愛くない？ここじゃあ私の部屋ね。可愛い。全然いい。収納します。でもコツコツとこれからはもう私、買い漁っていきますね。家具とか。なんか今ね、そんなにいいベッドとかもね、持ってないのよね。私にふさわしくないベッドしかない。これ自分の部屋に置きたいと思ってたの。ちょうどいいちょうどいい。そうね。音楽かけないと寂しいよね。やっぱ自分の部屋ね。取り出して。で、音楽が、やっぱり、そうね。なんか明るいのがいいかな。まあ、暗いのでもいいんだけど。ケケハウス。放浪。私ってなんか放浪してそうじゃない？いや、森の生活にします。でも、いつもこれだけ出してもダメよ。よく考えて。このなんか地味なソファーとりあえず出そう。地味なソファーと、ラタンのベッドしか持ってないんだ、私。が、段ボールだよね。じゃあ、ラタン、この部屋に合わないでしょう。当分、段ボールで寝るわ。ちょっとそこはもう我慢するね。なんか、買っていなかった自分を責めよう。あ、暖炉欲しい。自分の部屋に暖炉ってよくない？やっぱちょっとワンランク上の生活を送ろうかなっていう。とりあえず暖炉置いて。大丈夫？この部屋作ってるの、大丈夫ですか？なんか。待って、ちょっとこれなんかやり出したら止まらないね。置きたいものあんのよ。これ。やばいな、ちょっと止まらないな。ちょっととりあえず適当にバッパやって、
行くわ外に。森の生活、これ私の部屋ね。はい。待って、これだけでももうだいぶ部屋だよね、ちゃんと。あ、いい感じ、いい感じ。で、なんか、まだ今はちょっとね、お金のない、悲しい生活って感じで。テーマごとにさ、まとめるってむずくない？本当に。早く冬になってほしい。雪だるまの家具と、雪の結晶の家具多分あるよね。あれが欲しい。現状これが限界です、私の。敷いておくなら、さっき手に入れたこれ。こういうのね、だいたい入り口に置いとけば可愛いから。はい。はい。頑張りましょう、今後ね。部屋をね。なんだろうな、昔ね、作ってた、あと、ハロウィンの家具がめっちゃ欲しい。ハロウィンは、なんか毎回頑張ってた気がする。え、可愛くない？え、だいぶ可愛くなったんだが。あと、ゴミ箱置かないとね、捨てなきゃ。ゴミ。では、じゃあ最後におさえに会いに行って、今回のパートは終わりたいと思います。これでおさえいなかった、本当に。あ、雨降ってるから今日シーラカンス釣れるね。未だ釣ったことがなくて。いるかな、家に。大抵家にいるイメージなんだけど。はい。あ、いたいたいた。空気を読むね、おさえね。えらいえらい。カマキリじゃなくて、本当はもっと可愛いのあげるべきよね。と思うけど。寝とる。ええー、待って。あんた、人形捨てたね。え、捨ててるんだけど、え、悲しい。私が誕生日にあげたね、人形、ここに置いてたのよ、この人ずっと。で、なんか昨日ね、なんかあげるもんない、昨日とか前さ、トイレあげようと思ったの、昨日あげたのよ、やっと。え、嘘やん。トイレ座れない、しかも。あ、座れた。え、人形捨てる。普通そこにいるさ、虫捨てない？カメムシ、臭いし。え？おさいさん。ちょっと。どうしたどうしたまあ、私はセレブですよ、いつも。いつだってセレブ。ショックなんだけど、普通に捨てられたの。捨ててないのかもしれないけど、もう飲みあげようかなと思うね、ほんと。はい、どうぞ。なんかもう奇抜な部屋にしよう、可愛い部屋にしようと思ったけど、もう無理よ。ああ、ありがとう。いや、もうダメよ。可愛い部屋はやめます。奇抜な部屋にします。だって、カメムシは絶対捨てないわけでしょ、彼女。ってなったらもうしょうがないよね。可愛いものあげてもしょうがないから。このトイレに似合う感じで行きましょうね。はい。ということで今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。